糸崎君雄です。皆さんお待ちかねの夜の部がね始まりましたけど、誰も待ちかねてないっていう話ですけども、私の最近の悩みというかね、今日はそのショーペンハウエル読みながら最後に、その大乗仏教と小乗仏教の話をしましてですね、その小乗仏教的な自己修行で、ね、自己を高めるなんですね、勉強して自己を高めるなんていうのはね、これはまあ、それにね没頭すればね、楽といえば、楽なんですよ。そしてそのまあニーチェを読んで勇気をもらいね、ショーペンハウエルを読んで勇気をもらいというね、そういうまあその自己修行っていうのがね、まあ、一つその、アーティストたるべき、アーティストたるべく道ではあるんですけども、しかしね、そのね、一方でその小乗仏教に対する批判というのがありまして、それはその自分だけがね、救われればいいのかっていう問題がありまして、そもそもその人間というのはその社会的な存在でありますからね、やっぱりその知識人たるものね、知識人たるものっていうかね、やっぱりその自分だけ、救われようと、修行しようと、高まってもね、自分を高めてもそれはね、その社会の役には立たないと、いう考えがあるわけですね。それでその実際にね、その小乗仏教の経典である、ブッダの言葉というね、現代で言うと、スッタニパータですけども、これを読むとその、ブッダというのは、古代インドに生きたブッダというのはその、古事記生活をしてるんですね、ですから具体的に言うとね、その、とにかく家は持ってないですね。で非常に粗末な着物を着て、持ち物も最低限と、財産はないに等しいわけですね。そしてそのね、毎朝、よその家のお宅に行ってね、そしてインドの、その当時のインドっていうのはその、修行している聖者の方にね、施しを与えるというのがこう自分の徳になると、いうことで、お粥をね、恵んであげてるんですね。でその当時そのインドっていうのはブッダ以外にもその修行している人たちがたくさんいて、その一人がブッダであったわけですね。それでその面白いのはね、そのね、教えを説いてその謝礼をもらってはいけないという戒めがあって、だからね、その、教えを説いてお礼にお粥をもらうとね、そのお粥をね捨てちゃうっていうね、そういうね、記述があってね、って思うんですけども、そのブッダの言葉にあるんですよ。で、ですからね、とにかくね、普通の意味で言うとこう生産性が、ない人たちですね。でね、ちょっとね考えたのはね、このね、こうひっくり返すってことなんですね。ですからその僕がね、その今までね、その哲学を学んで、培ってきた価値観、これをねこう全部ねひっくり返したらどうかって思うんですね。これはねやっぱりね、その何と言ってもその私が学んできている哲学というのはフッサールであるとかね、それからその、最近ではニーチェにハマってますけども、あとその直前で言うとマックス・ウェーバーとか、大体ね18世紀19世紀の人が多くてね、その間に結構ね、偉大な、哲学者、学者、いろいろ出てるんですね。フロイトもそうですね、そうなんですよ。でそれさらに遡るとね、プラトンも随分読みましたけどね、これは古代ギリシャですね。あと、中国の古典も読みましたけども、全部ね古いものですね、ぶっちゃけ古いんですよ。ブッダの言葉も古いですね。でね、私はね、新しくならなければならないんですけども、どうもね自分はね古いと感じるわけですね。でね、新しい人は誰かっていうとね、これはね、
とりあえずね、偉い店長さんが新しいと、私よりも随分年下の若い人ですけどね、この人はね、新しい、そしてね、この偉い店長さんがやってるのは、清浄仏教とは言えないですね。でもね、その新しいんですね。でね、まあ言ってみればね、これはね、しょぼい大乗仏教ですね、うん、そう言えるかもしれないですね。でね、やっぱりね、このしょぼいっていうのがね、こう一つ、キーワード、なんですね。これがね、今的でね、新しいですね、でね、まあ、とにかく私もこのままだとやばい、新しくならない、古いですね、ですからね、そのまずね、こう試験的にね、その自分の価値観をひっくり返すという試みをちょっとねやってみようと思うんですけども、ね、まずね、そのね、ニーチェですよ、ニーチェの価値観をね、ひっくり返すということなんですね。でね、まあ昨日そのね、奴隷のしつけ方というね本を読み終えたところで、いくつか番組を放送しましたけども、そのね、やっぱりニーチェ自体はその世の中の人々をね、まずね、その奴隷的な人々と貴族的な人々に分けたんですよ。それで、キリスト教の価値観っていうのは、そのもともとは奴隷に価値があって、奴隷、まあ、もう貴族こそが人間であって、貴族に人間的な価値があって、そしてその、奴隷というのはね、不道徳で、嘘つきで、劣った存在であると、そういう、そのそれがまあギリシャの、ローマの、ギリシャの世界であり、ローマの世界だったんですね。ギリシャも、奴隷制がありまして、ローマも奴隷制がありまして、古代中国にも、まあ、奴隷制がありますよというふうにして、教えてくれた人がね、フェイスブックにいましたけども、とにかく古代においては奴隷制っていうのは当たり前なんですね。で、それがその、キリスト教によってね、ひっくり返されたと。で、まあ、直接的にね、実はね、その、奴隷のしつけ方の本の最後にも書いてありましたけども、実はね、聖書にはね、聖書、新約聖書ね、新約聖書が書かれた時代っていうのは、そのまだローマ帝国が、支配していた時代だから、キリストが生まれたエルサレムもローマ帝国の一部なんですね、だからその、奴隷も描かれていた、奴隷についての描写もあった。しかしね、その実はね、クリスチャンっていうのはね、キリスト教徒っていうのはね、奴隷をね、肯定してたって言うんですよね。つまりその奴隷が存在するってことは、その当時の社会常識であったので、これはね、誰もね、疑うことは、できなかったんですね。で、それはキリスト教徒も、そうなんですよ。で、ちょっとね、私は、奴隷がそのヨーロッパからなくなった経緯というのは、ちゃんと勉強してなくて知らないんですけども、まあ、少なくともそのね、ニーチェの時代の、19世紀には、まあ、奴隷制度はなくて、まあ、もう近代になっていたわけですからね。だからその、まあ一つはだから、その明確には、産業革命が起きて、その機械が導入されるようになると、まあ、奴隷がいらなくなると、まあ、そういうふうになるんですね。そしてその、まあ、そもそもその奴隷を使うっていうのは、その、コストがかかると。だからその、いかにそのね、過酷な労働で、その賃金奴隷と言われて、今の人ね、賃金奴隷と言われている人でもね、そのやっぱ自分の自由意志で働いてもらった方が、まあ、合理的なんですね、その労働に対する意欲の問題でね、だからそのやっぱりね、本質的にね、やっぱり、ね、奴隷っていうのは、ね、悪いことなんですね。これも基本中の基本なんですよ。だからその、今の時代は、今の時代の日本はね、そのやっぱりその労働者を過酷に刺激しすぎて、安いお金で、長時間労働させて、そしてまあ残業代もつかないと、
まるで奴隷のような扱いをされている人々がね、増えてきていると。しかしね、それだと結局ね、まあ、生産効率が落ちるわけですね。で、まあ、倫理的にまず良くないですよね。やっぱりね、まあ、労働する意欲というのはね、大切だし、それがその人々の生きる喜びに、なるわけなんですね。まあ、何のために生きなきゃいけないのかっていうね。で、まともな企業っていうのはその社会貢献というのを、言ってるわけなんですよ。それはそのサイゼリアの社長さんもそうですけども、まあ、サイゼリアの社長さんが偉いのは、その普通の企業はお客様第一なんですけども、サイゼリアの場合は、従業員第一なんですよね。で、従業員がこう働きやすい環境、従業員が働きやすい環境を考えて、そのために効率化をすると。だから、そのサイゼリアの食材はね、全部冷凍食品でね、もうチンすれば出来上がるっていう風にしてなってるね。それがね、やっぱね、店舗にもね、書いてある、レジの横にね、そう書いてあるんですよ。そのコンロとかね、火を出すその調理器具を置いておりませんとね。で、それはその、一人にね、その、労働環境を良くすると、つまりその効率的で働きやすい、職場ですね。まあね、その社長の正垣さんについて取材した本を読みましたけども、まあ、もうすごい涙ぐましいね、もう細かいね、工夫の積み重ねでね、本当に、ね、ちょっとずつね、こう従業員さんの負担を、減らしてきていると。そういうね、サイゼリアの、歴史があって、で、同時にその美味しいものを安く、そしてどこのお店でも、同じ品質でというね、同じ品質でということで、まあ、企業努力なさってるわけですね。で、これはだからね、少なくともね、これはね、こうニーチェの思想ではないんですよ。ね、そうなんですよ。で、だから少なくともそのニーチェが、唱えたような、その貴族の復権であるとかね、貴族主義であるとかね、その奴隷道徳の転覆であるとかね、その、まあ、とにかくその、ニーチェは、キリスト教を目の敵にして、奴隷道徳だというふうにして、言ってるわけなんですね。ちょっとね、これまたね、続きます。